こんにちは、メイです。今回島クリエイトする場所はエントランスの前の自宅から左に行った河口付近の場所をクリエイトします。この広大な土地に川に浮かぶ島を作り、その島の中に果樹園と畑を作ります。早速作っていきます。まずは南側にある河口から自宅の方まで川をつなげていきます。今回も不思議道具の一つである水の出てくるスコップで島を水浸しにします。ストロン島は川を掘りすぎて3割くらいは水で覆われています。隙間を埋めるときに使う手法の一つとして川をとりあえず掘るというテクニックのせいですね。川の真ん中に浮いているような島を作りたいので川を丸く掘っていきます。モブのコーヒーショップを作ったときに掘った川ともつなげます。自宅から島には橋を架けるので3マスか4マス分の幅のある川にします。橋を架け終わったらもう川の太い幅は用済みです。ある程度の島の大きさを確保しつつ川を丸く掘ります。ここは桟橋に近い方の砂浜があるのでギリギリまで掘るか悩んだ挙句ギリギリまで掘ることにしました。桟橋ら辺のレイアウトは何も考えていないので何でもいいんです。どれくらいの大きさにするのか行き当たりばったりなので1マスだけ川を掘って全体を見るを繰り返して大きさを決めます。以前作った中途半端な休憩スペースも島として孤立させます。前に考えるのを放棄した場所は削られる運命なのです。砂浜と川の間に微妙な隙間ができてしまいますが、そこは未来の自分に託します。こんな感じでまん丸に掘れました。木を植えたいので植える部分を掘って周り9マスに川が来ないように調整します。ストロン島の特産フルーツは本来は桃なのですが、色合いが難しいので特産を梨に変更します。梨の木が足りないので梨を埋めます。特産ではないので梨の木がないんですよね。浮いている島をまん丸にしようとしましたが、うまくいかないまでが島クリエイトの醍醐味ですね。斜めの橋を架けるときは川幅が4マスくらいないと架けれないらしいので少しだけ拡張しました。まるで特産フルーツかのように並んでいますね。浮島の中央に井戸を置いて丸を強調します。さらにそれを囲むように丸くマイデザインを敷いていきます。丸は三角形と同じように本能的に交換を覚える形なのでなるべく丸にします。浮島の形は失敗しましたが雰囲気が出ていればいいかなと思っています。獣道と橋がつながるように石で道を作っていきます。島に3つ橋を架けたいので桟橋側にも斜めの橋を架けます。梨の木の下を飾り付けたいので木を少しだけ調整します。取りたての梨をすぐに食べるスペースを作ります。繰り返し貼り付けないマイデザインはスマホを使った方が楽ですね。梨が緑系統なので同系色か反対色を選びます。色味が少なくて少しだけ反対色を入れるとおしゃれ感が出ます。桁つもりメイクせずデフォルトカラーです。現実にもなかなか売っていないのですが、木製の桁つがあったらよかったですね。洗濯物を干すのをやめてパーティーライトにします。自宅の前にも洗濯物を干しているのでここはおしゃれさを優先したいところですね。井戸周りは整備します。ここは井戸をちゃんと覗き込めるように家具でいっぱいにはせず、踏める家具や野菜を植えます。
水を汲むように陶器のジャグを用意します。おしゃれさを優先したので実用性はありません。テーブルと椅子を置いてちゃんと飲食スペースを作ります。梨の木の下ですぐ食べちゃう住民は食いしん坊認定されます。ある種のトラップですね。ヤシの実を使ったココナッツオイルを作るつもりでいましたが、シトロン島にはないので出稼ぎに行きました。黒糖パウンドケーキとココナッツオイル、オランジェ島から奪ってきた野菜のバスケットをテーブルに置きます。うまいことテーブルの上に置けなくて10分くらい格闘していたような気がします。ココナッツオイルとパウンドケーキを一列に正面を向くように置いて、バスケットを中央に正面に向くように置くことができなかったんです。こういうことですね。百聞は一見にしかず、論より証拠、実際に見た方が早いですね。ここに小さな畑を作ります。島にあんまり生えていない野菜を厳選しました。正直人参はオレンジ味が強いので、島クリエイトに馴染ませるのは少し難しいんですよね。まあでも人参可愛いし使いたいということで使います。自分だけの島なので自分の好きなものを使います。こうやって見ると意外と人参が馴染んでいるような気がします。畑の右側を飾り付けていきます。こちら側は資材置き場みたいな役割にしようかと思っています。積まれた袋はコーヒー豆リメイクですが、ポット内セットを置くことでコーヒー豆を隠しエージ部分だけを見せるようにしています。チラ見えするエージがおしゃれなんですよね。スクーターが思ったよりうまく置けず格闘しています。ここの島は今までよりかなり物量を多めにしたいので、花と雑草もたくさん植えていきます。花は毎度おなじみ紫のヒアシンスと白いコスモス、チューリップを植えます。白いコスモスとジャガイモの花の感じが似ているので、ジャガイモの近くに植えるのはおすすめです。他の端の近くと同じように左下の端の近くにもマイデザインを敷きます。これで島部分は完成ですが、奥の梨の木が育ちきっていないので本当の意味では未完成です。新設した橋と自宅前をなじませるために島側と同じ石の前デザインを敷きます。これで全て完成です。駅島にある小さな果樹園と畑はいかがだったでしょうか。小さな島に小さな場所を作るのいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。